Don't miss it! はるか、私たちはチェゴです。はい、皆さん大変長らくお待たせいたしました。今日は BTS さんのアイドルの解説をしていこうと思います。でですね、私がこの前あげた BTS さんのアイドルのカバー動画を見ていただけたでしょうか。そちらの動画は今回はプロのリッキーさんという方に編集していただいたので、いつもと違った感じの動画になっていると思います。なのでよかったら皆さん概要欄に貼っていくので見てください。はい、ということで解説をやっていきたいと思います。解説していくところはサビです。皆さん頑張って一緒に覚えていきましょう。そして本家とは異なることがあると思うんですが、そこはご了承ください。ではレッツゴー。はい、それでは解説を始めていきたいと思います。この動画はミラーになっているのでそのまま覚えてください。ではいきます。5、6、7、8、1から始まるんですけど、1でジャンプします。高めにジャンプ、はい、その時に手がつくんですけど、1で下からバン開きます。で手と足が一緒にいきます。せーの、1やったら2で右足を前に出します。で左右、はい、3歩前にいきます。もう一回いくと5、6、7、8、1、2、3、4で、この手も使うんですけど、この手が1、2で肘を張ります。1、2、こういう感じで肘を張ります。はい、で1、2の時に膝が外側にこう曲がります。1、2、3、4、はい、肘を張るのはなんかそんなボンって張るっていうよりかは、ちょっと意識ぐらいです。はい、もう一回5、6、7、8、1、2、3、4、はい、右足が出るときに首も右に倒します。はい、これがゆっくりやると、右左右です。はい、もう一回5、6、7、8、1、2、3、4、はい、ちょっと早めに行きましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、はい、やったら右足を遠くに出して左足をキックします。タン、はい、これは右足のかかとがこっちに行くイメージで、そのまま左足をキック、はい、ちょっと膝を曲げてからキックするイメージ。これがこのままこうってやるっていうからは、膝を曲げてからキックしてください。で、この時に右体重で、反対も左体重、はい、これを2回やります。もう1回ゆっくりいくと、頭から5、6、7、8、ジャンプ、右、左、右、右、左、はい、で、この時にジャンプする時に肘も曲げます。はい、これがズンズンズンいったら曲げる曲げるです。はい、もう1回いくと曲げる曲げるどんどんかです。もう一回5、6、7、8、1、2、3、4、曲げる曲げる、やったら右足が上がってるところからジャンプして後ろに下がります。で、この時手がくるーんっていう感じ、はい、で、ドン、体はちょっと下からこう後ろに下がるイメージ、はい、で、ズンで下がってください。もう一回いくと、タッタッタッジャンプ。そしたらこの手を、右手を左手の手のひらと手のひらを合わせてズーンパッで投げます。これがズーン合わさったら右右右、はい、3回やります。もう一回いくと、ここからせーの、ズーンカッ2、3、4、はい、手を合わせて1、2、3、4っていう感じです。はい、ここはなんか自由っていう感じで回ってください。はい、ここまで頭からいきたいと思います。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、はい、で、この後はなんか移動とかしてるので自由にやってください。これが回ったら1、2、3、4、自由自由やって、カンカンっていう音の取り方があるんですけど、カンカンでジャンジャン、はい、これが体がちょっとだけ
後ろに下げて、後ろにこう上半身を倒すイメージでカンカンで下がります。もう一回いくと5、6、7、カンカン、はい、でカンカンの時にちょっとここら辺に手を当てといて、カンカンで膝曲げて、右足から右、左、右、左で4回やります。これはかかとを外に持っていくイメージ、はい、ドン、ドン、ドン、かかとを外に持っていくイメージでやってください。でこの時に手がつくんですけど、右手からトーウン、トーウン、トーウン、トー、徐々に上がっていきます。1個ずつで一緒にやると5、6、7、8、やったら右足から右、左、右、左、はい、こういう感じです。手と足が同じなのでそこはやりやすいと思います。はい、でこれがなんかこう一個ずつ上げていくっていうか、肘からちょっとこう当てておく、当てておく、当てておく、当てておくっていう感じでやってみてください。ここからもう一回いきたいと思います。5、6、7、8、1、2、3、4をやったら、この後が手がこういう感じです。手のひらが上に来ます、はい、ここからゴン、肘を引くイメージです、はい、でこの時にチャン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 やったら、ジャンプしてつま先を上にやります、はい、で一緒にやるとチャン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 ボン、はい、こういう形になります、はい、でズンやったら膝を曲げて右足を出して右にスライドします。じゃあここまでを最初からゆっくりいきたいと思います。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、自由、自由、カッカ、ドン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 、ズンズンカ、はい、ここまで大丈夫そうですか？そしたら先行きたいと思います。ズンズン帰ったらこの後回るんですけど、足が右足から左足の横に置きます。で今度左足がもう一回ズンカカって感じです。もう一回いくとスライドしたら右足から右、左、右、カンカン、はいって感じです。でこの時にジャンプが入るんですけど、右足から右、左、右で右足ついた瞬間ジャンプ、トン、トンです、はい、これがジャンプ、トン、トンっていうのを覚えててください。スライドしたらせーの、右、左、ジャンプ、トン、トン、はい、でジャンプするときにこの胸が天井を向くようにジャンプするとすごいこう華麗なジャンプになるので、胸が天井っていうのを意識して踊ってみてください、はい、もう一回いくとほらせーの、ズン、ズン、ズン、ガッガッ、はい、今分かりやすいようにちょっとこうやって手つけたんですけど、胸がこう上向く感じ、こういう感じでジャンプしていってください。でここプラス手もつけると遠心力ですごいキレのある回り方ができると思うので、ここに手がつきます。これが右、左、右いったらこっからズン、ズン、ガッ、右後ろから左手、右、ガッっていう感じを意識してください。もう一回いくとスライドしたらせーの、トントン、ズン、カカ、はい、このジャンプと足の動きと手の動きを一緒にやるとこうなります。もう一回いくとせーの、ズン、ズン、ズン、カカ、はい、こういう感じです。でズン、カカいったら上がって自由、自由です、はい、ここまでで後半の動きは終わりです。じゃあここからゆっくり行ってみたいと思います。いきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、ズンカカ、右、左、ズンカカカ、自由、自由、はい、ここまでで後半の動きは終わりです。では最初からゆっくりカウントで行ってみたいと思います。いきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、自由、自由、カカ、1、2、3、
し、トントンカ、右左右トントンカ、自由カです。では今度音の速さで行ってみたいと思います。いきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、自由、自由、カッカ、1、2、3、4、トントンカ、トントン、ズンズンズンカ、自由、カです。ここまでで前半の動きは終わりです。それでは後半の動きも行ってみましょう。そしたら自由自由言ったら手を叩きます。そしたら右足をこう出して膝がトン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 、膝が中に1回ずつ入ります。そうで、この時に手が、左手は腰と同じラインぐらいのところで置いて、右肘がこういう感じで、こうクラゲみたいな感じで、なんか大げさに言うとこういう感じを意識するんですけど、これをちょっとちっちゃめにこうここら辺でこう動かすイメージで、これが手と足がしなると1、2、3、4です。でちょっとなんかこのままこうやるっていうか、体が下に下がるイメージです。はい、膝が中に入るときに肘がこう張る。でそれと同時に胸もちょっと下にこう入れるイメージです。もう一回いくと、せーの、1、2、3、4回目やると思いきや、4回目インしたらすぐに手を出します。で肘と手が外に向きます。はい、右手は斜め上、膝は外に出ます。もう一回いくと、ここからせーの、1、2、3、4です。はい、これが1、2、3、4、5っていうよりかは1、2、3、4って感じです。はい、音の取り方がタンタンタンズカです。そしたらこのまま膝が1、2、3、3回同じように膝を中に入れます。1、2、3で、この時もちょっと胸をなんかこう胸をちょっと回すイメージでトントントンでやっていきます。もう一回ここからいくと、せーの、1、2、3、4、1、2、3やったら肘、左肘を張って下に下げます。はい、さっきまでは右重心だったんですけど、今度は左重心に乗ってそのまま両足を閉じて体も下に行きます。もう一回ゆっくりいきます。ここからせーの、1、2、3、4、5、6、7、8。そしたら左足から左右です。はい、でその時に手がつくんですけど、手がズーンズーンカカです。クロス戻して上で上を2回やります。波を意識してやっていってください。はい、これがズーンカカいったら、左足からクロスカズーンズーン、そしたらジャンプして右足を踏むんですけど、その時に左足が前に出します。で今度反対も、はい、これがズーンズーンカ、帰ったらジャンプして右左。はい、でこの時にカ帰ったら上半身は低めにして足もズーンズーンです。はい、これがここからいきます。せーの、ズーンズーンカカ、下下やったら、下に行ってたのでその体を上に上げます。トンカカです。足がトントン行ったらジャンプして右足をつけて左右です。足がドーンドーン、右左右、横から見ると左右トンカカです。はい、もう一回いくと、ここからせーの、ドーンドーンカカ、ズンズン、右左右で、この足ができたら手がつくんですけど、これがズンズンやったらジャンプするときにタンタンタン、手のひらが前で下ろしていきます。もう一回いくと、ズーンズーンタンタンタン。そしたらジャンプを3回やりながら前に進みます。1、2、3で、この時に手のひらを左手から1、
1、2、3やります。で、一緒にやると1、2、3やったら左足を後ろに出してボン。で、この時なんか手はメンバー一人一人違うことやってるので、好きな人のメンバーの動きを見てやってみてください。足はズンズンズンからで感じです。はい、もう一回いくと、ここからいきます。せーの、ドンドン、カカ、下手のひら、ズンズン、カ、1、2、3、4やったら、今度は右手を使って同じことをやるんですけど、こっちは3回だったんですけど、こっちは4回やります。これやったら1、2、3、4、4回やります。そしたらさっきと同じこの動きをやります。1、2、3、4やったらトーントーンやったら、足を曲げてカッっていう感じです。足が左右ジャンプカ、はい、でジャンプしたら左足が伸ばす。で、この時に手がついて左右ドーンカ、はい、下からドーン、変身みたいな感じで意識してやってみてください。手と足一緒にやるとドーンドーンズンカ、はい、これで終わりです。はい、それでは後半の動きをゆっくり頭からやっていきたいと思います。いきます。ここから、せーの、1、2、3伸ばす、1、2、3ドンドンクロスカズン、左足ドーンドーン、手のひら3、4、ドンドンカカ、左右ジャンプカ、はい、ここまでです。それでは音の速さでいってみましょう。ここからいきます。5、6、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、ズンズンカカ、ドンドンズンカ、はい、ここまでで以上になります。それでは頭からここまでをゆっくり行ってみたいと思います。いきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、自由自由カカ、1、2、3、4、トントンカ、回ります、トントントンカ、自由、はい、1、2、3、トントン、1、2、3、トントン、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、ということでここまでの振り付けでサビの部分は終わりになっております。いつもより振りが難しかったので、ちょっと教えるのが下手になってしまってすみません。それでは音の速さでいってみよう。はい、ということでサビの動きはここまでです。皆さん見ていただきありがとうございました。それでは皆さん、じゃあ。